園田博ひは、日本の政治家、看護師、長崎県大村市長、元大村市議会議員、長崎県大村市生まれ、大村市立竹松小学校、大村市立郡中学校、長崎県立大村工業高等学校電子、工学科卒業、大村看護高等専修学校と福岡、看護専門学校を卒業後、大村市立病院や大村共立病院に勤務。 2007年4月、大村市議会議員選挙に立候補し初当選。2011年、再選。2014年10月5日執行の大村市長選挙に立候補するモラク選。現職の松本隆が通算6期目の当選を果たした。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数72,566人、最終投票率。 62.62%2015 年4月、大村市議選に立候補し、通算3期目の当選。同年9月25日、大村市長の松本隆が、急性肝不全のため死去。自民党は、松本の長男で、県議の松本洋介を擁立。その他は11月8日に行われた、市長選において、自民党、公明党の推薦を受けた松本を退け、 初当選を果たした。当日有権者数73,030人最終。投票率 60.69%2019 年10月第14回マニフェスト対象優秀マニフェスト推進賞を受賞。同年同月、無投票により再選。ありがとうございます。